本番レースは3号艇の三品がピット離れ5分に出てきました。これなら枠番通り3コースは取れそうな位置になっています。4号艇の松本純平が定段の一番奥、1、2、3、5、6、4という並びで収まっていきそうです。浜名湖の日本財団会長杯、今日はシリーズの3日目となります。今日は風、右斜め後方から本当にわずかな風、水面コンディションは穏やかな状態で、まずオープニングカード1レース予選競争からレーススタートとなります。本番レースは3コースまで定番通り、インに構えていくのが1号艇今林良樹、今林の奥で流しているのが2号艇宇野博之で、ここは高枠両者の折り返し、ここが人気を集めた一戦となりました。三品貴弘が3コースで、松下智之、松下4コース、石原翼が5コースボートを下げていっています。大外6コースが4号艇の松本純平です。1、2、3、そして5、6、4の3対3となりました。本番レースは4角に松下智之で、インに1号艇の今林、スタートまで10秒を切った第1レースの予選競争、インコースから1番、2番、3番、5番、6番、4番です。予選競争第1レーススタートしました。人気を集めたうちの2人、あとは6コースの4号艇松本純平、この3人コースタート。先に回る1号艇の今林に対して宇野博之じわっと覗いて差していく。3号艇三品が握り込んでいきまして、6号艇石原間へ、内側に5番と4番松下、松本バックストレッチへ入りますが、ここは1号艇今林が押し切りました。2艇審査、2番手が2号艇宇野、3番手に5号艇の松下、後方3艇は3号艇、6号艇、4号艇が続いています。1レーススタートは正常でした。2マーク1号艇の今林がトップ旋回です。外側から2号艇宇野博之がついて回っていきました。ぽっかり空いた懐、くるりと待ってきた5号艇の松下智之が2番手との定冠を詰めてきました。さあ2番手3番手の定冠全くなくなりまして、内に5号艇松下、外が2号艇の宇野です。2周1マークの旋回、2着争いですが、松下の外を待っていく2号艇宇野博之、この両者が競りながらバックストレッチへ入りますが、少しブロックをしながら5号艇の松下智之、ここで逆転しまして2番手に浮上です。3番手で交代、2号艇宇野ではありますが、前との定冠まだ一定身ぐらい。ただ4番手内を伝って6号艇の石原が迫ってくるような形。2周にマーク、内側からまず5号艇松下、先に回る宇野を刺して追走したいところでしたが、結果的には外前追走のような形になりまして、2番手3番手の定冠広がりました。2番手は5号艇の松下です。さあ今度は3番手と4番手の定冠が詰まってきました。宇野がアウト側から2停止ほど前、内側から6号艇の石原翼、3周1マークの3番手ですが、外側から先に行きます2号艇の宇野、くるりと回る6号艇石原も少しぐらつきまして、3番手と4番手の定冠広がりました。3番手は2号艇の宇野で、体型が1号2のまま、4番手が6号艇石原、5番手が3号艇三品、最高峰は4号艇の松本です。最終コーナー先頭は1号艇今林、2番手が5号艇松下智之で、3番手2号艇の宇野博之、その内側くるっと回りたい6号艇石原も4番手まで、上位体型変わらず1号2で決着です。先頭1番今林五輪、2着5番の松下、3着で2番の宇野、続いて6番石原4着、5着3番三品、ラスト4番の松本五輪。1レースの確定は1着1番、2着5番、3着2番以上です。ここは外から6号艇の中岡雅彦、中岡が動いていきます。しかしインと2コース定番通りに今林良樹と斉藤優が主張の構え、他の3選手はバックがもうバラバラの状態でボートを流している状態。競争水面上は前半ラスト6レース一般戦を迎えました。すでにホーム側には3艇、インと2コースが定番通り今林良樹、そして斉藤優、3コースが中岡雅彦、1、2、6とスローに3艇、その奥に葛原博明、和合俊介、そして上原亮、1、2、6、ダッシュが3、4、5、3対3と分かれていきました。
高枠の一戦今林良樹、その横が斉藤中岡、このスローを固める3人が人気を集めました。角は4コース3号艇の葛原で、前半ラストカード第6レース一般戦、今日は朝から右横風コンディションでレースが続いています。1号艇の今林が今ちょうど100、第6レースの一般カードはインコースから1番2番6番3番4番5番です。一般戦第6レーススタートしました。5、6コースが少し前という体型になりました。3コースが優勢、6号艇の中岡雅彦がまくりの体勢か。1号艇今林残しにいくか。2号艇が握っていった。3号艇少し差し場がないが、1番2番の真ん中うまく立ち回った葛原弘明、バックに入っていきました。先頭6号艇の中岡雅彦、3号艇うまく定難割って2番手3番手、1号艇の今林、外に2号艇の斉藤、後方2艇が5番4番。第6レーススタートは正常でした。2マークは6号艇の中岡がトップ旋回、2番手3号艇葛原、1号艇握って回る今林、差していく2号艇の斉藤、旋回方面折り返しました。3番手争いが接戦、内側2号艇斉藤優、外に1号艇の今林良樹、並んだ状態でこれからスリット前です。2周1マークの旋回に入ります。内側から先に行くのは2号艇の斉藤、1号艇の今林は外を待ってバックストレッチへ入っていきますが、ここは3番手2号艇の斉藤優が定冠取りました。体型が6番3番2番です。二艇審判差、内側へボートを一旦入れていく1号艇今林、二周2マークの旋回に入ります。斉藤が先に回る、もう一度外へと出した1号艇の今林が斉藤の外を回る形からホームへ追いかけていきますが、3番手2号艇の斉藤キープ、体型は6番3番2番です。しかしまだ3番手4番手の定冠は二艇審、もう一度一旦内へ入れていく1号艇の今林、3周1マークの旋回です。今林ですが、もう一度2号艇の外へとボートを持ち出す形から刺していきたいところでしたが、3番手は2号艇の斉藤優、上位体型は 6-3-2 のまま、しかしなかなか離れていかない1号艇の山林、むしろ詰めてきている一定審判、絞った2号艇の斉藤優、外へと切り替え1号艇山林、最終コーナー回り白は取った2号艇の斉藤に対して今林が最後は握って回ってホームへ折り返していきました。しかし3番手は2号艇斉藤優が踏ん張り切って、体型は 6-3-2 のまま先頭6番の中岡五輪、2着は3番の葛原、3着は内、2番の斉藤五輪、続いて1番の今林4着、5着が4番和合で、ラスト5番の上原五輪。6レースの確定は1着6番、2着3番、3着2番以上です。シリーズ3日目、いいお天気に恵まれています。気温もぐんぐん上昇いたしまして、現在は17度前後と、これまでとはガラッとコンディションが変わっています。シリーズ3日目、迎えるカードは第3レース予選競争です。対戦メンバーです。1号艇今林良樹、2号艇中里正史、3号艇小坂隆史、4号艇井上大輔、5号艇大野義明、6号艇小林和樹、以上6選手の対戦です。どうやらこのレースも定番通りに収まっていきそうです。1号艇今林良樹がインコースに進入となります。初日の大幅なプロペラ調整で乗り味軽快、ターン回り上々であります1号艇今林がインコースに進入、シリーズ8路星を狙います。そしていつもながらの安定感、そしてハイレベルな着取りを決めています。ここまでオール2連対、2号艇中里正史、得点率は第2位に君臨しています。2コースに進入、そしてスリットからのパワフルな攻め、今日も見せるか。3号艇小坂隆が3コース、ここまでがスロー、角1、4コースには4号艇井上大輔、昨日は2着連帯と流れを変える一走となったか。4号艇井上角1、そして桁外れのパワーを誇る5号艇大野義明、ここまで4戦3勝マーク、ダッシュ5コースからのレースとなります。大外6コースには6号艇小林和樹、定番通り3対3のスタイル。第3レース予選競争、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、
スタートしました。インコースと3コースかわずかにスタート優勢、1号艇今林と3号艇小坂です。1マークの攻防、1号艇今林が先手を取って2号艇刺していくのは中里正志、握った5号艇大野は若干前が詰まった。打ちをつく3号艇小坂でありますが、2コースから刺した2号艇中里正志が優勢。しかし内側から3号艇へさぎをかけて小坂が追いついた。1号艇今林が3番手から展開見せる格好。第3レーススタート正常です。内側から3号艇小坂隆が先手を取る。切り込む2号艇中里正志でありますが、先手を取った3号艇小坂が単独先頭を一気にグイッと3点進リード。2号艇中里正志が2番手、1号艇今林良樹3番手。上位体系は3番2番1番。レースは2周目に入っています。2周1マークから向こう上面、3号艇小坂隆が先頭でクリア。2号艇中里正志が2番手、1号艇今林良樹が3番手。上位体系は3番2番1番です。少し差がついて4番手には4号艇井上大輔、後方は6号艇5号艇が続いています。3番2番1番で2周2マーク、先頭は3号艇小坂隆、2番手2号艇中里正志、3番手は1号艇今林良樹。上位体系3番2番1番、最終周回に入っています。2コースから刺した2号艇中里正志が優位に進めているかと思われましたが、その内側からぐいぐいバックで捉えて3号艇小坂隆が2マークコーナー先取り、そのままリードを広げていきました。3周1マーク独走でクリア。3号艇小坂、2号艇中里正志が2番手、3番手は1号艇今林良樹。上位体系3番2番1番の体制、後方4号艇5号艇6号艇が続いています。シリーズ3日目第3レース予選競争、3番2番1番、先頭3号艇小坂隆、2番手2号艇中里正志、3番手は1号艇今林が守って3人1でゴール。先頭3番小坂ゴールイン、2着2番中里ゴールイン、3着1番今林ゴールイン、4番井上ゴールイン、5番6番ゴールイン。以上尼崎第3レースでした。第3レースの着順確定をお知らせいたします。1着3番、2着2番、3着1番、以上でございます。まくり天国と化している戸田の水面上、3日目の戦いは折り返し点を迎えます。前半ラスト6レースの予選競争です。1号艇福岡今林義樹、2号艇埼玉新田康明、3号艇静岡金子義明、4号艇東京杉村健也、5号艇滋賀深井俊久、6号艇大阪永井良次、以上の6選手です。非常に穏やかな待機行動、ここも目立った動きはなさそうです。確定定番通りのコース取り、今日はここ1回走り1コース1番の今林、昨日のスロースイッチ3コース戦は04のタイミングトップスタートでした。地元新たに2コース昨日1走4着、じっくり船を横に流して新たともどもまだ船を横に流している状態。3番金子義明3コース、今直線コースに正対します。昨日は後半カードで2着、杉村健也4コース角、連日のダッシュ戦が続きます。深井俊久5コース、後半1号艇が控えての2走、永井良次今日2走目6コース、新入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コースから2番新た好発進、角から4番杉村も続きます。1番今林をあっさりと叩いた2番の新た、真ん中から3番の金子、4番の杉村は入りきれず、内柄空きのところ5番の深井がついてきました。スタートは前提正常でした。2番の新たか5番の深井か、2人の首位争い、3番手は3番の金子義明、一気に内側かわして先頭に立った5番の深井俊久、トップで1周2マークを迎えます。外を回る2番の新たは2番手がいっぱいというところ、少し流れ気味も2番手どうにかこらえられますかどうか。内から3番金子上がってきますが、
時計前では2番手2番の新田優勢です。3番金子3番手2周1マークへと向かいます。一人旅先頭5番の深井、2番手3番金子の外を回る2番の新田康明、ここでもしっかりと2番手の座は守っています。3番金子義明3番手、上位の3人は抜け出しています。5番2番3番の上位陣、2周2マークの旋回へと移ります。内側をもう一度攻め立てる3番金子ですが、少し船が浮き上がった2周2マーク、2番新たのリードがさらに広がります。2番手変わらず、3番金子も3番手、5番2番3番の体型、最終周回に確定が入っています。ガラ空きの懐をついて先頭に上がった5番の深井俊久、その後ろ2番手2番の新田、3番金子3番手、上位の3人は隊列縦長、その後ろ4番手1番の今林、6番長井5番手、4番杉村最後方、後半1号艇が待っています。5番深井俊久先頭でラストターンマークをクリアします。2番新田2番手、3番金子義明3番手、5番2番3番3連単 18.8 倍のオッズ、先頭5番深井合輪、2番新田合輪、3番金子合輪、1番今林合輪、6番長井合輪、ラスト4番杉村合輪。これまで道中でもピットマンで覗くシーンがあったの永瀬正隆ですが、紅白版の1号艇の今林義樹は主張できたようであります。の永瀬正隆本番2コース、高橋勲は3コース戦、ポイント上位グループ3位の麻生慎介、5位の河野聡、サイアウトロク号艇の豊田悟は1着でも 5.5 というポイント状況。ボーダー上では現段階で18番目2走で勝負の野永瀬、21位から予選最後ジャンプアップを狙って1着 6.17、 2着 5.83 が高橋勲です。今林義樹はすでに前方側、かなり他との気配差を考えればスタートはかなりの張り込みが必要かもしれません。おっと、2号艇高橋勲抑え込まれたが、逆に角に選択していきまして、ターンの力感感じる麻生慎介、河野聡、豊田悟と分かれますが、本番は2対4です。1番3番2番4番5番6番です。スタートします。2号艇3号と2号艇の高橋サフルダッシュ決まった。3号艇の中瀬もダッシュは効いているが、さあ3号艇1号艇あたり抵抗がまずこの2杯を生かせ、2号艇切り込む、4号艇真ん中狙って入って、5号艇も脇をついた河野バックへ入っているが、4号艇の麻生慎介の切り込み決まって、グッ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 と前へ出る、このターンの力感からのつながりハイパワー、麻生慎介前提スターター正常、5号艇の河野おっつけも、おっとフラフラしている、少し風ジャッジ誤ったか、3番5番おっと、高打6号艇も振り込む展開でありますが、風の影響があったか2マークで大逆転で5号艇の河野、2号艇の高橋さんもジャンプアップの展開でありますが、野永瀬さらに麻生慎介、野永瀬は前を前を果敢に追ったが、これは回して2号艇切り込む冷静さ、2号艇の高橋さをさらに後方4号艇の麻生慎介でありますが、先頭独走5号艇の河野、2番手争いは高橋さおか野永瀬正隆か、ボートがホーム構成開始されます。5号艇の河野先頭、2番手2号艇の高橋勲で、4号艇チャージくるっと潜り込む、押してくる4号艇の麻生慎介、3号艇の野永瀬少しもたっといたしまして、上位は5蓋4の体型に変動しています。
2マークでもつれ混戦感激タイムリーに捉えていく豪邸の河野聡、2番手に豪邸の高橋沙央、外から外4豪邸の麻生慎介バックへ入った、3豪邸の長さも小回りで応酬している模様で、さあ独走5豪邸の河野、2番手に豪邸の高橋、3番手の豪邸の麻生に対して3豪邸の長瀬、最後土壇場の挽回あるかどうかというところで潜り込んでいくが、回して冷静、おっと外から外を迷っているか麻生慎介、ホームコースの長瀬も好旋回、先頭5番の河野五輪、2着2番高橋、3番手争い激戦ムード、これは4番か3番か3番か4番か微妙な、これは審議となりそう。後方で1号艇の今林、ラスト6号艇のトヨタの順でありますが、土壇場大接戦、麻生かの長瀬かの長瀬か麻生か、インにの長瀬、アウト4号艇の麻生、3番手争い現在慎重に審議を進めております。着順確定があるまで今しばらくの間お待ちくださいませ。微妙なところだったようでありますが、審議の結果出たようです。第6レースの確定、1着5番、2着2番、3着は3番以上です。最終日の攻防を変わりまして、一般戦競争の第2レースを迎えています。枠なり体系で並んできそう、絶好枠番から今林義樹の陰線で堤健一、今時少しピット離れという面では少し不安定さがありましたが、3号艇の深沢つとも、ここは枠番主張できます。そして今日2走の通過配分で地元杉江弘明、外5号艇の古賀智之と6号艇の片岡大地、シリーズ2勝の堤、他に勝利という面では古賀と片岡が1勝ずつ挙げています。南西真向かい気味、風速的には現在2メートルから3メートル、今林良樹に堤健一、深沢勉、杉江弘明が4角に下げて古賀智之5コース、サイアウト6号艇片岡大地です。緩やかな向かいの風を読んで進入していきます。1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入枠番通りの3対3の並びです。1秒スタートしました。4角4号艇の杉江、好タイミングで内の手を抑え込みにいった、角まくりが決まる4号艇杉江、5号艇の子が乗っていてまくり出してきた、バックへ入った古賀智之、入りました4号艇、肩から仕掛けて4号艇の杉江弘明、3番手2号艇の片岡大地、現在はダッシュ3艇、前を固めていく前提スタート正常です。5号艇の古賀智之が先頭で回って差し返しを狙う、おっと5号艇艇が浮かんだ、4号艇切り込み返す、4号艇の杉江弘明、艇の方が浮かんでしまった5号艇の古賀智之、3番手6号艇の片岡に対して2号艇の堤健一追い上げる、スタートさえ決まれば覗いてくるような雰囲気あるが2号艇の堤健一、外開き直した6号艇の片岡大地、かなりこれは行き過ぎているか、2号艇の堤がくるっと小回り、定間を一気に3艇進半と広げています2号艇の堤健一。まず先頭で4号艇の杉江弘明から5号艇の古賀智之、3番手2号艇、逆転があった2号艇の堤でありますが、前の後席になぞって6号艇切り込み返していって6号艇の片岡の追い上げ、ただ向いてからこの辺りからのつながり加速では2号艇の堤健一の方が出て覗いてくるような雰囲気、3周回第3マーク6号艇の片岡抵抗、さあかなり開いて2号艇の堤はプレッシャー与えて変化で V 際を切り込む旋回、3番手激戦状態は片岡第一に対して2号艇の堤健一、もう一回届かせそうな勢いだが、ラストコーナー4号艇の杉江弘明、5号艇の古賀智之、
開き直した6号艇の片岡大地、2号艇くるっと小回りうまくコンパクトに回った堤、先頭4番の杉江博明ゴールイン、2着で5番の古賀、3着で2番の堤、6番の片岡、3番の深沢、1番の今林ゴールイン。第2レースの確定、1着4番、2着5番、3着2番以上です。江戸川、現在北風が8メートル前後、川の流れ1マークから2マーク方向の下げ潮60センチ、ホーム側強めの向かい風、向かい潮です。強風のためこの第5レースより安定板を使用しての競争となります。対戦メンバーです。1号艇福岡今林芳樹、2号艇愛知藤原貴人、3号艇静岡伊達正俊、4号艇大阪野添貴弘、5号艇福岡大場元明、6号艇静岡石原光、以上6選手です。陰線1号艇今林芳樹、2コース2号艇藤原貴人、3コース3号艇伊達正俊、昨日は陰速攻で快勝でした。4コース角1、4号艇野添貴弘、人気の中心に押されています。5コース人気対抗格に5号艇大場元明、6コース6号艇石原光と決まります。1号艇今林、3号艇伊達、4号艇野添の3選手が優勝へ可能性を残しています。スタートまでは10秒切ります。第5レース予選競争です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。角から4号艇の野添がトップスタート、インから1号艇今林も5スタートで1周1マーク、角からまくっていく4号艇の野添、その外2段で攻める5号艇の大場、アウトコースから6号艇の石原が続いています。先頭は4号艇の野添、2番手5号艇の大場、3番手6号艇石原の内側から1号艇の今林、下がなく2号艇の藤原、最後方3号艇伊達、スターター前提正常です。2マークトップで4号艇の野添が旋回、内を狙って5号艇の大場が定冠詰めています。後ろ3番手争いは1号艇今林、内側から2号艇の藤原、6号艇の石原と3艇固まっていまして、大時計前を通過。レースは2周目に入っています。先頭4号艇の野添、リードは2艇陣、2番手5号艇の大場、2周の1マーク3番手争いは最内から6号艇の石原が先取ってきます。続いていく2号艇藤原と1号艇の今林ですが、3番手は6号艇の石原が優勢。上位の体型は4番5番6番ダッシュの3選手が抜け出しています。その後ろ4艇陣後方に2号艇の藤原と1号艇の今林が追走。2周の2マークをトップで4号艇の野添が旋回、2番手5号艇の大場、3番手6号艇石原でホームへと折り返しています。上位の体型は4番5番6番、先頭2番手2番手3番手と定冠を大きく開いていまして、レースは最終周回です。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと、先頭で4号艇の野添貴弘、人気に応えて抜け出しました。角からトップスタート、まくりが決まっています。単独2番手5号艇大場元明、離されて3番手6号艇石原光、その後ろ水が空いて1番2番接戦、最後方3号艇伊達が追走、最終コーナーへと向かいます。トップで4号艇野添が旋回、後半10レースに再登場。2番手5号艇大場、3番手6号艇石原方面へと折り返していまして、4号6で間もなくゴールを迎えます。先頭4番野添ゴールイン、5番大場ゴールイン、6番石原ゴールイン、1番今林、2番の藤原ゴールイン、ラスト3番伊達がゴールインです。以上、第5レース予選競争でした。
ートレース江戸川第19回日刊現代杯シリーズ最終日の戦いは第3レース一般戦を迎えています。なお1号艇今林良樹は過日号のため欠場となりまして、5艇による競争です。対戦メンバーです。2号艇愛知横谷翔一、3号艇佐賀田中太一郎、4号艇福岡島田一成、5号艇広島石田剛、6号艇東京森博之、以上5選手です。陰線は2号艇横谷翔一、今節2日目にも陰から逃げて白星があります。行き足を中心に不難し手応えは良好です。2コース3号艇田中太一郎、3コースに4号艇の島田一成、2艇が船を引いて4コース角市5号艇石田剛、5コースに6号艇の森博之、シリーズ3日目は逃げて白星、回り足は良好です。人気は2号艇横谷から4号艇島田へと集まっています。南風が5メートルとホーム側追い風が少し強まっています。スタートまでは10秒切りました。第3レース一般戦です。進入体系はインコースから2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。角から5号艇の石田、スリットわずかに覗いています。レースは一周1マークです。逃げる2号艇の横屋まくっていく、4号艇の島田、続いていく3号艇田中、アウトコースに6号艇の森でバックストレッチです。先頭を押し切りました2号艇の横屋、リードは3艇身、2番手4号艇の島田、3番手が3号艇の田中、その後ろ6番5番と追走、スターター前提正常です。一周にマークトップで2号艇の横屋が旋回、2番手4号艇島田、3番手3号艇の田中でホームへと折り返しています。人気の3選手2番4番3番抜け出しています。3艇進行方に6号艇の森、最後方5号艇石田と追走、一周の1マークをトップで2号艇の横屋が旋回、2番手4号艇島田、3番手3号艇田中でバックストレッチです。体勢変わらず2番4番3番先頭、2番手の定冠4艇進、2、3番手の定冠は3艇進です。その後ろ水が空いて6番5番と追走していまして、レースは2周の2マークへと向かいます。トップで2号艇の横屋が人気に応えて旋回、2番手4号艇島田、3番手3号艇田中でホームへと折り返しています。2、3番手の定冠が少し詰まっていまして、レースは最終周回です。2番手4号艇の島田が守っていますが、内側から一定審査で3号艇の田中が追走、最後のバックストレッチへと先頭で2号艇の横屋が抜け出しました。2番手4号艇島田、3番手3号艇の田中で最後のバックストレッチ、体勢変わらず2番4番3番後ろ離されて6番5番と追走しています。インから押し切りました2号艇の横谷翔一、シリーズ2勝目となりそう。後半7列に再登場です。最終コーナートップで2号艇の横谷が旋回、2番手4号艇島田、3番手3号艇田中でホームへ取り返していまして、体勢変わらず2、4、3で間もなくゴールです。先頭2番横谷ゴールイン、4番島田ゴールイン、3番田中ゴールイン、6番森、5番の石田ゴールインです。以上、第3レース一般戦でした。